今回の億万長者合宿なんですけども、前回ね、吉田さんが10年間会社に奴隷として働き続けた結果という、ね、動画を出してくださいました。見たい方はね、この動画概要欄から見ていただければいいんですけども、今ね、会社勤めしていらっしゃる方って結構多いと思うんですよ。で、会社勤めからシフトして、自分でね、会社をやっていくとか、自分で起業するとか副業するっていう風な気持ちになってる方ね、いるとするじゃないですか。もしね、会社勤めをしていて本当にビジネスがその会社で学べるんだったら、すんなりといけるはずなんですよ。でもそうではなくって、仕事をしているようであって、ビジネスをしているようであって、作業をずっとやらされている、そんな会社勤めだと、多分ね、会社出たらもう手も足も出ないと思うんですよ。で、本当にね、自分がいかに脳みそを使ってなかったか、いかに自分が賢いつもりで会社勤めしていたのかってことが分かるだけだと思うんですよ。で、私はね、ハローズっていうスーパーに7年ぐらい勤めていたんですけども、その会社のスタンスっていうのがね、私が新入社員で入った時から、自分で商売できるようになれっていうことだったんですよ。で、1年目に覚えたのが、魚の調理の仕方とかね、それから対面販売ですよね。いらっしゃいませ、いらっしゃいませって言って、うなぎを焼いたりね、魚を調理しながら目の前のお客さんにどんどん売っていくってことです。で、スーパーっていうのは、広告によって集客してますけども、集客した人が何を買うかっていうのは店舗に入んないと分かんないんですよ。で、どのように買わせていくかっていうのは各ね、担当者が決めます。お肉屋さんとか野菜とか、野菜はまあどっちにしても売れるんですけども、大体ね、肉と魚と惣菜っていうのがあって、惣菜を買えば魚も肉も売れないんですよ。で、魚が売れれば今日のメインディッシュがサンマだからってことで、お肉は売れないですよね。で、お肉が売れちゃうと今度はね、メインディッシュが決まるから魚売れないんですよ。こういう風な形なんですよね。もちろん惣菜とかでお弁当が売れちゃったら、肉も魚もいらないよってことになりますよね。ですから、店内に入ってきたお客様にいかにですね、自分の部門の商品を売るためにアプローチしていくか、要するに接客をするか、商品案内をするか、料理提案をするかってことが勝負になってくるんですよ。で、スーパーって基本的にセルフじゃないですか。セルフなんですけど、私はどんどん売り込んだんですよね。で、売らないと損じゃないですか。だって魚って腐っていくわけですから。お肉ってのは、まあ、残ってもなんとか加工できる。と思うんですよ。まあ基本的にはその日売りなんですけども、別に翌日とかその次の日に出してもタレ漬けとかして売れるわけなんですよ。魚はアウトなんですよ。今日売れなかったら明日は0円なんですよ。でも今日売れたら100円で仕入れた魚が1000円になるんですよ。で、このぐらい価格の差があるわけですよね。まあですので、早く売らないといけない、高く売るより早く売れって言葉があるぐらいなんですよ、商売には。で、私がね、ここで何を学んだかっていうと、商品を作るってこともそうなんですけども、作った商品にかける愛情とか、そしてそれをね、誰がどんなシチュエーションで食べるのかってことを想像しながら作ったというストーリーなんですよ。で、それをお客様に切々と語ることによって、お客さんがね、あ、確かにうちでは今日こういう野菜があるからお魚と合わせたらいいかもね、みたいに思わせるような演出をしながらアプローチしていくんですよ。そうやって魚の一つが売れていくとかね、お刺身が一つ売れて誕生パーティーが盛り上がるでしょ、みたいな感じをやったりとかね、クリスマスにこういったお作りのセットがいいですよとか、お寿司セット作りましょうかみたいな感じでどんどん売れていくみたいなことがあるんですよね。で、そういうふうに会社仕事をやっていくと、そしてちなみに2年目とか3年目はどうやって人を教育していくかとか、自分と同じ能力をどうやって作っていくかってことを覚えていって、それを実践するわけなんですよね。まあ、ですので結構ね、スーパーの社員として働くのってのはあらゆるビジネスが身についたかなと思うんですよ。で、まあ、しばらくはちょっとね、苦境だったんですけども、現在はね、そういった下地もありびで、どんな商品でも別にね、欲しい人を見つけて売れるなと思ったんですよ。私が今まで最高の商品を売ったなっていうのは家なんですよね。メールマガジンで、家を建てたい方を募集して、そして地元の工務店さんの商品、家の構築っていうのを、まあ、売ったってことがあるんですけども、3500万ぐらいの家ですね。で、3% のコミッションいただくことになってたんで、まあ大体ね、1000万ぐらい、あ、1000万じゃないわ、3% ですんで、90万ぐらいなんですけども、100万ぐらいですね。安いなと思っちゃったんですね。私はね、ちょっとビビってました。まあでもね、すごくいい経験をさせてもらいましたね。まあ住宅専門誌とかで、QR コードを取っていただいて、そこからね、自動的にプロダクトローンチがかかっていって、家のね、内見会とか来たりとか、工務店さんとの面談に結びつけていくって形で、で、もうね、面談に来た方っていうのは、基本的に歩み積もりがもう終わってるんで、もう一社に決まってるんですよ。だから、印鑑持っていらしてくださいみたいな最後のセールスなんですよね。
だから来た方は大体こうサインするみたいな感じになるっていうストーリーだったんですけども、まあ家も売れたし、まあ私ね、初めに入った2013年に参加したネットビジネススクールで、なんかメールマガジンでフェラーリを売るみたいな話聞いたことがあったんで、じゃあ車も売れるんだろうなと思って私も車売ってみたんですけど、まあ車も売れますよね。中古車だったんですけども。何台か中古車も売りましたね。ということなんで私は別に専門的な知識がないものでも、自分のセールストークで売っていくってことはできました。で、これが何を意味するかってことなんですけども、以前ね、前回吉田さんが言われたように、自己アフィリエイトをちまちまやっても、売る力ってのは身につかない。はい、すいません。自己アフィリエイトをね、ちまちまやっても、これ売る力は身につかないんですよ。ここね、多くの方が勘違いするんですよ。一生懸命作業やっちゃってるんですよ。サラリーマンなんですよ、これは。違うんですよ。最初に作業を覚えますよね。私で言ったら魚の調理を覚えます。自己アフィリエイトを覚えます。そしたら、それをどのようにしてね、別の売り上げに、こう、スライドしていくか、転化していくかってことが、自分の頭で考えるビジネスを始めるってことなんですよ。だって、私と同時期に自己アフィリエイトを始めた方で、自己アフィリエイトを商売にした方っていうのはほとんどいないんですよ。っていうことは何にも商売できてないってことなんですよ。一番簡単なものができないわけですから。で、自己アフィリエイトは詳しいんですよ。全く意味がないです。自己アフィリエイト詳しくったって。違うんですよ。自己アフィリエイトを人に、教えていくのが詳しくならないといけないんですよ。で、私は1000名以上の方に教えてきましたんで、自己アフィリエイトについては何を聞かれても答えれますよね。だから、今でもコンサルが取れたりするわけなんですよ。ただね、自己アフィリエイトを一人でやってきただけでは、なかなかうまくいきません。どういうことを多くの方が疑問で持つのかってこともわかりませんし、どういうふうなところでね、自己アフィリエイトをつまずくのかってこともわからないまま進んじゃうんですよね。自分の体験だけになっちゃうんですよ。そうではなくて、やっぱり商売でレバレッジ効かせようと思ったら、他の人の体験や知識も自分の力にしていく必要があるんですよね。だから生徒を持つってことは最強なんですよ。熟成を持つってことは最強なんですよ。だからすぐにビジネスを始めてるんだったら、例えばね、アラフォー企業塾みたいなのを作って、同じような年代の人に対して募集をかけていくってことを最低しないといけないです。誰も来ないかもしれないですけども、看板掲げてこういう人来てくださいってやらない限りそれは誰も来ないですよ。ちまちま作業をやってきてね、そこに興味を持って、それ私にも教えてくれませんかってことを期待してるんでしょうけども、そんなことはないですからね。それは積極的に、私は募集してますよって言った人の方に行きますよ。そう思いませんか？ね、多くの方に語りたいんですよ。ビジネスを始める多くの方に。自分が黙ってやってることに興味を持ってもらえるぐらい、そんなね、スーパートークをかましてるのかってことなんですよ。やってないでしょ。最低限の編集と顔出しせずにやってるみたいなところなんですよ。でも片方ではね、顔出しながら自己アフィリエイトをしっかりと教えて、で、私は自己アフィリエイト教室をやってるんですって。40代の方だけの自己アフィリエイト教室、ぜひいらしてくださいっていうふうなセールストークがあったら、じゃあ、見てる方としてはどっち選びますかってことなんですよ。だからね、勝負はね、もう始まってるんですよ。勝負は始まってるし、10代でもできる、20代でもできる、30代でも、50代でも、60代でもできるんですよ。今私には人脈がないからできませんっていうのは、そんなことはないんですよ。人脈っていうのは今日から作るわけですから。自分のビジネスってのは今日から作るわけなんですよ。いつもですよ。で、こういうことをね、多くの方、今までやってないからできないみたいな思考になるんですけど、僕全く関係ないですよ。今まで麻雀しかやってこない人間がなんでネットビジネスで1億円稼げるのかって言ったら、今までやってきたことがない、だからダメなんだっていう思考から、今までやってきたことがないものだから可能性は無限なんだって思うか、全く違うでしょ。私は今まで経験がなかったから、だから未知数の可能性があるなって、いつもこういうふうに考えるわけなんですよ。例えば私がね、もしかしてこれから、フェンシングを始めたとするじゃないですか。むちゃくちゃ才能あるかもしれないんですよ。で、3日ぐらいでプロ級になるかもしれないんですよ。っていう風な感じで始めます。その代わり全力でやります。私が、例えばね、将棋を始めたとします。将棋むちゃくちゃ強いかもしれないんですよ。ものすごくセンスがあるかもしれないんですよ。だから、今まで経験したことがないことっていうのはすごく前向きになるんですよね。新しいフィールド開けるかもしれないって。でも多くの方は、今までの人生で経験したことがないから、ダメなんだから入るんですよ。ね。そう思いませんか？ビジネスをやってこなかった方でも全然大丈夫なんですよ。だってビジネスで相手にするのは誰ですか？ビジネスにあんまり詳しくない人を相手にするわけでしょ。じゃああなたがちょっとだけ詳しいじゃないですか。勝負できるわけですよ。常に世の中ってのは絶対評価じゃなくて相対評価ですから。自分よりも優れた人を先生にするわけですよ。自分よりも劣った人って言ったら言い方悪いですけど、自分よりも劣った人を生徒にするわけですよ。この関係があるだけですからね。ですから、あなたが世界で一番どうしようもない人間だったら、それはね、教える人いませんけども、そんなことって考えられますか？ね、少なくともあなたよりも10年遅れて生まれた人、30年遅れて生まれた人よりは、ちょっとはマシでしょ。ね、っていうことは、そういう人のね、先生になれるんですよ。まあ、ちょっとはマシでしょって言ったらまた変な言い方になりますけども、でもね、あなたは世界で最低の人間じゃないんですよ。きちんとして、今、
いろんなね、思考を巡らして、次の手を打とうと思った時に、ネットビジネスってものをひらめいて、YouTube でこの動画に行き着いただけでも、この動画に行き着いてない人よりは優れてるんですよ。だから大丈夫です。自信を持ってスタートしてみてください。ということで、今日の億万長者合宿リメンバーの叱咤激励コーナーを終わります。失礼します。